キム・ジョンナンは、大韓民国ソウル特別市出身の女優。本名及び、旧芸名は、キム・ヒョナ。祖父の影響で幼少時より、ピアノや歌に親しみ、小学校時代は、巧みな話術で校内の人気者であった。しかし実母は、彼女が外交官になることを望んでおり、娘が、英語弁論大会の練習を怠ると無知を手に、するほどであったという。 中学校3年生の時実母が死去。キム・ジョンナンは後にインタビューにて、人生で最初の試練であったと語っている。金玉女子高等学校入学後、周囲の支えもあって、気力を取り戻し、校内放送部のアナウンサーや合唱団のリードボーカルなどの活動に参加した。映画の早くのアルバイトに行き、後から自分が参加した作品がポルノ映画であったことを知る。 という経験もしている。友人の勧めで演劇映画学科を受験することを決め、東国大学校演劇映画学科に合格。大学での同期の一人に子、ヒョンジョンがいる。同大二年時在学中の1991年に、KBS 公開採用タレント14期に主席合格した。同年、アスファルト我が故郷でデビュー。1992年には、 交際タレント14期の同期生9名と共に音楽グループジャンボを結成し100回お見合いした女の主題歌を担当した。1993年には明日は愛に大学生役で出演。この作品で同年度 KBS 演技対象新人賞を受賞した。翌1994年には同作品で第30回百0層芸術対象テレビ番組。 部門新人演技賞を受賞。しかし芸能人として、順風満帆かと思われていた彼女に、人生の第二の試練が訪れた。1994年から1996年途中までの約2年間、テレビドラマへの出演が途絶えた。彼女は後にインタビューで、この時期の冒頭、あるテレビドラマの主役にキャスティングされて、台本をもらいスタッフと打ち合わせまでしたが、その翌日に、 別の女優に主人公が変更された経験があることを明かしている。この2年間、彼女は大学での学業に取り組んだほか、MBC のテレビドラマ、女は何で生きるのかの舞台化作品に出演したり、軍隊系列のラジオ局で DJ として勤務したりもした。この間にも複数のテレビ番組より出演のオファーがあったが全て断っている。1996年、 MBC のテレビ番組、彼らの法要で、司法修集生、40役で、テレビに復帰。翌1997年には実在の登山家、キム・ジョンソプ兄弟にまつわる逸話のテレビドラマ化作品、山に、女性登山家ナム、飛躍で出演した。同年 KBS の朝番組、生放送おはようございますに、レポーターとして出演しフルスへの復帰を果たした。 この頃に芸名を本名と同じキムヒョナから、キムジョンナンに改めた。ママ母が考えてくれた複数の新芸名候補の一つから選んだと、後年彼女は SBS のバラエティ番組、狂心像中で明かしている。1998年、KBS の時代劇、王と日に、基人停止役で出演。その後は、地上破産曲を中心にコンスタントに、テレビドラマへ出演した。 2000年には単発ドラマ MBC ベスト劇場の作品に立て続けに出演。2001年にはナビに旅行代理店社員役で出演し映画デビューした。2008年に KBS 君は僕の運命にシングルマザーのパンソヨン役で出演し同年度 KBS エンディ優秀演技賞を受賞した。同作品で後輩キムテヨン役を演じた。 イピルムと共に同賞を男女で独占する形となった。2012年には SBS、新摯の品格に、主人公の一人ジョン・ロクの妻、パク・ミンスク役で出演。この作品での演技は高く評価され、同年度 SBS 演技対象特別演技賞と、同年度 K ドラマスター・アワーズ女性演技賞を受賞した。2003年、人生画報で共演したソン。 イルグクと交際を始めたが、ソンイルグクの母親、ヒムールドンは二人の交際が報じられた。直後の2004年のインタビューで、芸能人が自分の息子と結婚することについて、自分自身もそうだが、仕事のために家を空けることが多く、家庭や子供の世話がおろそかになってしまうのではないか。両親が共に、芸能人だと、子供が職業を選ぶにあたり多様性が失われて、 しまうのではないかと懸念を示していた。2006年11月に2人が3ヶ月ほど前に別れたと関係者が証言したと報道された。出演作品は個別に注釈があるもの以外はによる一覧を表示する一部企業名をクリックすると CF の動画ページに飛びます。ありがとうございます。